どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。てことは全部捨てた役、リュウです。さあ、本日は、新規実装されました。新キャラ、アイガミについて、別名ディーバーについて、ご紹介、キャラ格付けしていきたいなと思います。集合意識を束ねた者たち、プラナの一員。アイガミは偽名であり、本名はディーバーと。じゃあなんでアイガミって登録されたのかちょっとよくわかんないですけども、ディーバでいいんじゃないかみたいな話ありますけど、セラのお兄ちゃんと、ここで兄弟ですね、兄弟、これ、妹兄っていう感じですね。で映画見ていただいた方であれば、あの DSOD の映画ね、見ていただいた方であればわかると思うんですが、あのね、声優さんがね、林健人さんなんですよ。あれ健人っていうのかな、ちょっとわかんないけど。でですね、まずそのレベルアップ報酬とスキルの強化が行く前に、僕のキャラ格付けは大体その茶番から入るんですけども、まずですね、ボイス星1、林さんじゃねえんですよ。これ声が林先生じゃないんですよ。お聞きくださいね。私は君の記憶に僕は住んでいるのか。いや誰やねんお前、誰やねん、お前誰や。ちょっとすいません、これ声優さん小林さんという方がやってらっしゃるんですが、小林さんが悪いんじゃないんですよこれは。そうね、林さんを声優に抜擢、ゲームの中の声優に抜擢できなかったコナミが全面的に悪いですのため、ボイスはもう星1です。これは完全に、ギャラが高いのか、そのなんかいろいろ権利問題がいろいろあるのかちょっとわかんないですけども、あ、ジャニーズ林さんって違うよね、ちょわかんないけど、ジャニーズだったら、でもジャニー北川さんもなんかいないから、なんか意外とジャニーズも緩くなったみたいな話聞きますけど、とりあえず林さんじゃないからもう星1です、これは圧倒的に。で顔面星5、イケメンすぎますね。顔面交換しないか俺と。それから髪型はね、これね、ゆうせいさんのパクリなんだよな、これパクリなんで、これ星1ですね、ゆうせいのパクリオツって感じで。で俺ルール、次元召喚とかいう俺ルール、星1、どういうことやねん次元召喚って。ちゃんとアドバンス召喚してもらっていいですか。そして育ちはね、結構悪くて、もともとその奴隷で育ったんですよこの人、ディーバは。だから心の闇が多分深いんですよね、のため多分メンヘラ度星5っていうことでいいと思います。ちょっとふざけるのはこのぐらいにしてカードの報酬からいきましょうか。カードの報酬、レベルアップ報酬か。レベルアップ報酬、星2ですね。星2。あのね、この辺のね、崩壊系のカードいっぱい入ってるんだけども、一応ね、この崩壊カルマだけは結構強い、有識者に聞いたところ結構強いらしいんですよ。俺そんな崩壊で詳しくないんで、強らしいんですが、他のカードはクソ微妙っていうことらしい。なんか、ガンダイルとかも正直もう持ってるし、みんな多分ガンダイル持ってるね、これレベル報酬にする必要ねえよみたいな話あるし、もうガルーディアとかもこう戦闘破壊で効果起動するみたいな感じなので、若干やっぱ使いづらいかなっていう。でスキルでビジャムが入るんですよ。ビジャムっていうモンスターがめっちゃ強くて、これがすごい強くて、このカードが戦闘破壊されないっていう効果と、相手のモンスターと戦闘を行うと、相手のモンスターにカウンターを置いて、そのカウンターが置かれたモンスターは攻撃できないし、無効化されるっていう、デモンズチェーンみたいなね、効果になって、永続トラップカード扱い、永続魔法カード扱いか、で置かれるっていう、このカードめっちゃ強いらしいんですけど、これがスキルでしかないので、ちょっと若干、評価は低くなるかな、みたいな感じですかね。はい。で、レベル35の報酬もインディオロデスボルトなんで、別にそんな大したことないみたいな感じですね。クリムゾンノバっていうやべえバーンモンスターがいるんですけども、あの辺は多分、今後実装されるにはだって効果ダメージが調整になるっていう話らしいんですよ。ラバゴーレムと同じで。だから多分ね、半分になって実装されると思う、多分、黒煙弾とかと一緒。で、スキルの評価。これね、星5です。スキルすっごい優秀。ディーバめちゃくちゃ優秀だと思う、これ近年まれに見る優秀さじゃない。これ多分ね、俺たちがそのふざけて評価とかしてスキルクソかよみたいなこと言ってるから、多分なんかコナミさんも気遣ってくれたかなんか知らないけど、すげえ優秀で、まずそもそもレベル上昇っていうね、これ何にでも使えますね。
あれ超重武者とかにも使えるし、知らぬ人とかにも使えるんだけど、これ今後もレベル上昇結構使えると思う。まあ、エクシーズ召喚とかが来てレベル操作系の、まあ、スキルは重宝すると思うんで、これ非常に優秀なのと、あとレベル加工、これは BF とかにも使えますね。これね、これ非常に素晴らしい。この辺のレベル上昇と加工両方持ってるのはとてもいいね。だからデッキバレーがしにくくなるっていうのもあるじゃん。多分相手が相髪使ってきて、こいつ上昇と加工持ってるから、あれ BF から知らないかなみたいになるじゃん。だから相手を迷わせるっていうこともできるんですよ。だから汎用スキルが優秀っていう。あと普通にプラナズマインドっていうね、このまあそこそこ面白いスキルもあるし、あとアタックチャージもねあるんで、まあ結構まあ汎用的なスキルいっぱい持ってるんで、そもそも星5 で、あと結構面白いスキルいっぱい持っていて、まあ固有スキルを説明していくんですが、まず僕は物騒なものが大嫌いでさっていうスキルね。相手のフィールド上に存在する装備カードを装備した元々の攻撃力より1000ポイント以上高いモンスター、攻撃力が高いモンスター一体を異なる次元に送るっていう、まあこれ除外するわけでもないので、まあ、プラナーズマインドと一緒で、この世から消し去るんですけどもおいそのカード返せよみたいな、俺のカード返せよみたいな感じになるんですけども、あちゃんとあのデュエル終了したら戻ってくるんで、あの安心してください。でこれ何が言いたいかっていうと、例えばデーモンの斧とか、シールドバッシュとかって1000アップするフィールドの方じゃない装備の方あるじゃないですか。あれを相手のモンスターに装備して、で効果スキルを使うと相手のモンスター除去できるんですよ。つまりですね、スキルと自分のまあ装備魔法が除去札になるってことですね。あとそれからあの呪眼とか、呪眼に僕はブストラモンが大嫌いさを使うと、呪眼ってあれ結構どんどん伊達上がってくんで、あの一発で除外できるんですよね。だ結構まあそういう面白い使い方できるかなっていう感じですね。で崩壊モンスター次元特召喚、これはそこまで強くないかなとは思うんですけども、自分のフィールド上の崩壊と呼ばれたモンスター一体を墓地送って、そいつよりもレベルが1個高いモンスターを出すっていう、出ました手札からフィールドに出すっていう効果。まあね、特殊召喚成功時の効果とかはあの発動しないんですけども、出すっていうパターンなんですね。はい、でデュアル中2度まで使用できる、まあ、これそこまでかなって思ってます。でこれはね、あのね強いんだけど、このビジャムが強いから、これね、まあ、後半が結構、縛りがやばくて、自分のデッキに、ビジャムが3枚、入った状態でデュエルが開始される。まあ、ビジャムはさっき言ったように強いですよっていう効果カードなんですけども、このスキルは自分のデッキエクストラデッキが崩壊と名の付いたカードのみのデッキを設定してデュエルを開始した場合のみと、適用される。これ何を言ってるかっていうと、汎用カードを積んではいけませんって言ってるんですよ。例えば土球部隊とか、まあ、因果切断とか、まあ、狡猾な落とし穴、銀幕のミラーボールとかいろいろあるじゃないですか。エネコンとか、めぐるとか。ああいう、汎用カードは、崩壊ってか、ついてないんで、名前が。だから、崩壊カードじゃないカードを入れてはいけないんですよ。このスキル使う場合は。ビジャムを使うんだったら、ガチガチに崩壊で縛ってねってことです。ちょっと縛りきつすぎない？ガン縛りきつすぎるんだよな、このスキル。まあ、多分使うけどね、スキル。このスキルは。ビジャムが強いから。で、もう一個は次元特殊召喚。あれ？これは、こういうじゃないね。次元召喚。自分の手札からレベル4以下の崩壊時のついたモンスター一体をフィールドに出すと。まあ、召喚権を使わずに出せるんで、まあ、そこそこ強いかなとは思います。ただ、召喚したやつが破壊されると、レベルかける500のライフを失うってことなんで、まあ一応ね、崩壊モンスターって、崩壊をリリースして特殊召喚とかできるんで、破壊しなければいいわけですから、だからリリースしちゃえばいいかなっていうふうには思いますね。はい。なら、ま、これはま、そこそこ強いかもしれない。もしかしたらな。このスキルは自分のデッキ、エクサデッキが崩壊と名の付いたカードのみのデッキを設定して、デュエルを開始した場合に、ま、これもか。これも、あれだ。崩壊だけだ。汎用カード詰めねえや。ダメだよ。なんか、縛りすぎじゃないか。崩壊で縛りすぎてよ。ま、でも、ま、一応ね、その汎用スキルがあるんで、まあ、スキルは星5でいいんじゃないですかね。はい。というわけで、ですね、まあ、全体通してまとめると、レベルアップ報酬が、こちらね、このレベルアップ報酬が、まあ、星2で、スキル星5で、外見とかは置いとくんで、一回、まあ、星 3.5 ぐらいはありますね。4ぐらいあるかもしれない、もしかしたら4に近い 3.5 くらいはあるかもしれないですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、ぜひね、キャラクター育成するための参考になっていただければ、参考にしていただければ嬉しいです。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。